結局最後の蝶野正弘がやりたかった店主。ここのちょっと当てをしたんですけど、ここが少し剥がれてきたので接着をピタッとしたいと思います。ギューッと。これは範囲が狭いので瞬間接着剤でやりたいと思います。これですね、瞬間接着剤って硬くなっちゃうのでどん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 先が出なくなってくるんですね、液体が。なのでここが細くなって短くなってきます。キュ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 ッと使います。まずここに、僕はつける側に、こっちの布側にですね入れていきます。もう見えないですね。こっち側につけます。ちょっとおまじないみたいになっちゃうんですけど、こうやってつけて、はみ出ることも想定してちょっと少なめに。ありますかね、こういう状態ですね。でこれをギュッとつけます。でボンドがはみ出てくる可能性があるので気をつけて、あとは圧着ですね。ボンドの量が多いとくっつく時間も長いので、まあ要はボンドが乾く時間が長いので、なるべく少ない量をつけていきます。こうやってギュッと圧着、中にシューズキーパーが入っているので向こうからも押されるというか支えれるような感じですね。である程度ギューってやったら、本当は長い時間やってもいいんですけど、このボンドじゃないボンドの方が適してる場合もあるので、これをちょっと見てみます。ついてるかなどうか。ここですね。あれ全然ついてない。ガッテン！